はい、今回は寝汗に効く漢方薬をご紹介します。睡眠中には体温を下げようとする仕組みが、働きますので、誰でも汗をかきます。こうした生理的な寝汗の場合は、運動後にかくようなさらっとした汗です。しかし中には胸のあたりを中心に、首筋とかですね、じっとりとした寝汗をかくことがあります。慢性の消耗性疾患ほか、虚弱な人あるいは、精神不安で、自律神経の異常な緊張がある人、などに見られます。こういう寝汗は不快なだけではなくって、非常に疲労感を伴って、辛いなと感じる人が、少なくありません。特に原因が見つからないという場合もあります。そんな時、この辛い症状を抑えるのに、漢方が役立つことがあります。寝汗に効く漢方薬の一つに奥義研究湯というのがあります。これは体力が虚弱で疲労しやすいタイプの方の寝汗に良いです。こちらにその奥義研究湯の添付文書があるんですけれども、ちょっと読んでみますね。体力が低下して疲労しやすい状態、これを漢方では虚労と言います。こういう状態では皮膚も内臓も弱って、症状としては皮膚の働きを上手にコントロールできず、汗をかきやすくなったり、また腹部の緊張と冷えのため腹痛を訴えたりすることがあります。というふうに書いてますね。この奥義研究湯というのはベースが小研究湯という漢方薬になってます。ここに奥義という小薬が、プラスされたというそういう内容です。でこの奥義というのが、表と言いましてね、漢方は表裏とかよく言うんですけども、この表体の一番、表面ですね、ここの気、ここには気が流れているというふうに漢方薬では捉えているんですが、その表の気を補うということで全体として皮膚の締まりを良くしてこうキュッと引き締めるということですね。そして汗を止めるという働きがあります。はい、今日は奥義研究湯をご紹介しました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。